はい。ゲームコレクターの酒官です。チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、最新のニュースというわけではないんですけども、えー、2024年の5月1日でね、あのー、アイルトンセナさん、あの、F1 レースのね、アイルトンセナさんが、えー、お亡くなりになってから30年ということになっています。もともとはね、あのー、もともとは、まあまあ、1994年の5月1日に、アイルトンセナさんがね、あの、F1 レースの、レース中に事故を、 起こしてまあお亡くなりになったということがありました。ちょっとねこれはあのウィキペディアの、ね、ちょっと内容をちょっと読もうかと思います。えー、これはねアイルトンセナの死というページです。えー、フォーミュラワン F ワン世界選手権において1988年1990年1991年の3度にわたってドライバーズチャンピオンとなったアイルトンセナは1994年5月1日にイタリアのモイモラサーキットで行われた1994年 三リのグランプリに出場したが、決勝レースにおいて、首位を走行中、タン、タンブレロと呼ばれる左コーナーで、コンティ、コンクリートバリアに、高速で衝突する事故を起こし、死亡した。著名な F1 ドライバーであったセナオン氏は、様々な意味で世界に衝撃を与えた。まあ、こんな感じなんですけども。僕自身はね、当時 F1 レース見てたかっていうと、あんまり見てなくて、どっちかというと、その周りから入ってくる情報とかニュースですね。 で、さすがにね今はねもう F1 の情報なんていうのが全然入ってくる環境になくて、まあ、今だと本当あの F1 のゲームって毎年、ね、年1回発売されてるようなペースで出てるから何かしら触れる機会はあったりするんですけどだ,だからといってこう今の戦士のこともよく分かんないし、まあ、ただこうねああいう。 ああいう特殊な車を使ったレースがあったというのは把握はしてるんだけど、だから90年代とか80年代後半ぐらい。まあ94年だと、まあ僕が大学の頃なんですけど、大学の頃よりは、どっちかというと高校の時の方が周りから友達から F1 の話を聞くことが多かったかなという印象です。だまあただ F1 の話というか、基本的にはこう、なんか眠そうにしてる友達に、 となんでどうしたのって聞くと「あの昨日夜中 F1 やってたから」みたいなことで <laughs> まあだからこうねあのテレビでねフジテレビが結構深夜にねあの生で。 あの伝えてたわけですよ F1 を今ちょっとどうされてるかわかんないけどなのでちょっとそれを生で見てで朝すごい眠そうにしてると思うっていうのを見たのがまあ、高校の頃かな、まあ、大学になるとね結構ほら授業時間がバラバラだったりするしまあそういう人はもう花からねもう学校来てなかったりするからねあれ <laughs> 違うんだけど、まあ、まあそんなことが、まあ、僕の当時の F1 の記憶ですね、まあ、僕自身はねあの陸上競技とかやってて、まあ、短距離やってたからこう風を感じるとかね早く 速く走るっていうのは興味あるんだけど、なんか車を使ったレースとかってあんま速く走ってるとあんま興味なくて、自分が走るとかあと自分自身がこう風をね浴びるとかまあ、自転車です高速で走って風を浴びるとかそういうのは好きだけど、なんか F1 レースを見てのスピード感ってあんま感じなかったんですよね。なんかほらレースゲームとかやっててもその。 なんだろうな、n e e 4でも何でもいいんだけど、3D 系のレースゲームってこう、爽快感、バンバンね、壁にぶつかりながらこう走っていくと爽快感あるじゃないですか。あの、砂煙はなしたりとかね、飛んだりとかね。ああいうの爽快感あるんだけど、F1 って割とこう、ちまちまとして曲がったりするから、本当はすごいスピードあるんだけど、こう、ゲーム画面上でも、 なんか中継でもあんまりこうスピード感を感じないっていうかどっちかというとこう細かいなんかこういうカーブと S 字とか試験ンとかああいうところ細かく曲がってくるところにあんまスピード感とか感じなくてうん。 でも本当に、本当はすごいスピード出してて、当然すごいね、命を危険に伴うようなことをやってるんだけど、まあ僕の印象ってね、当時そんな感じだったんだけど、だから、やっぱアイルトン・セナさんのね、死っていうのは、まあそういうとことは真逆でね、やっぱりこう F1 って危険なものだなっていうのをこう象徴するような、まあ事件でした。まあ他でもね、結構その、なんかほら事故を起こしてタイヤがくるくるこう、遠くまで走っていくとか、あとこう、 衝突衝突で何台かこうぶつかっていくようなシーンとか、ああいうのってよく流れてたりはするけど、なんかそれでもあんまりこう、ああ、そんなこともあるんだぐらいだけど、やっぱお亡くなりになる、これだけのね、あの一流選手がお亡くなりになるっていうのが、やっぱりこう、なんかちょっとね、あの、なんだろう、感覚を一つね、あの、勉強するとかそういう感じでした。はい。で、まあ、セナさんのね、まあ、 ちょっと話ガラッと変わるんですけどセナさんがねこう出てくるゲームっていうのはね、まあ、それなりにあるわけですよ。で F1 のね許可ライセンス取って出してるゲームっていうのは基本的にこう実名をね使ったりしてるから、まあ、出てくるわけですよ。でえっ、ー、とまあちょっと探してみるとねというか 事故,が行われた事故が起きた94年5月1日の直前4月にね発売されたこの F1 グランプリパート3なんてねこれが出てるんですけどもこれフジテレビオフィシャルってあってまあ当,然当時フジテレビガンガンやってたところもあるしあとこの F1 のね一応許可が取ってるとこういうマークが。 入るんですけどでこのこのね9月って、まあ、基本的にはあれですよあのプロ野球のゲームで権にとっていれば基本的にこう全部の選手出てくるじゃないですか。あのプロ野球の1一人2人の選手とねこう契約して作ってるゲームって大体その選手以外偽物だったりするし、まあ、サッカーもそうですけどだからこういうふうに F1 の権にとってると実名出てくるんだけどただねこうウィリアムス、まあ、当時ねセナさんはえっと 移籍してるんですよねえっ、ー、と前年までえっ、ー、とマクラーレンにいたのがウィリアムズに移籍してるんですけども、えー、とウィリアムズ見るとねここにいるのはデーモン・ヒルと、ね、アラン・プロストなんですよ。で,でマクラーレン見るとねマイケル・アンドレッティとミカ・ハッチネンがいるんですよ。ということでまあ、もしかしたらこれはほらあの 契約してこう作ってる時段段階と発売段階っていうのはずれがあるから、あの、サッカーのゲームなんかでも、この、これは日本代表は何,何年何月何日のスタメンでとかやってるけど、ああいうのと一緒で、まあ、もしかしたらそこのところの最新情報をこうカバーできなくて、ちょっとこう、セナさんがどっちに行くか、どこに行くかわかんない状況で、 作ったからからさんがいないなとただ、セナさんがね、別にこう、権利が厳しくてね、使えなかったというわけではないことっていうのは、この F1 グランプリパート2、<laughs> まあ前作ですね。前作を確認すれば、あの、一応ね、出ていることは、あの、わかります。えっ、ー、と、こう、見てみると、こう、マクラーレンのチームにね、こうセナさんが、こう、いるわけです。はい。 ということでねあのー、まあセナさんが登場するゲームっていうのはいろいろ多分 F1 の権利取ってるゲームねあの任天堂のね F1 レースとかあの辺は権利取ってないからないんだけど、まあ、権利取っててちゃんとこう実写とかねもしくはちょっとそれっぽい顔が出てくると名前が出てくるようなゲームだったら多分当時のものはそれなりにセナさんが登場するゲームがあると思います。ただね f 1 F1 で絡んでくるかっていうと、ちょっと微妙で、例えばね、こう、ナイジェル・マンセルさんはね、こう、マイジェルま、ナイジェル・マンセル F1 チャレンジって言って、こう、ちゃんと F1 の許可も取って、マンセルさんの許可取りをしてるようなゲームは出てるんだけども、セナさんのね、あの、F1 のゲームっていうのはないんですよ。うん。で、 まあ実際にとこ、セナさんの名前が付いてる、ね、ゲーム、どんなのが出てたかっていうと、ちょっと紹介してみると、アイルトンセナ、スーパーモナコ GP2。まあこういうゲームですね。はい。これメガドライブです。まあだから、まあ、スーパーモナコ GP2 のアイルトンセナバージョンみたいな、違うな。まああの、 モナコジスーパーモナコ GP2 にあち、ちょっと説明は先にやるわ。あの、モナコ GP っていうのはどういうかっていうと、まあ、セガがね、70年代、79年かな、80年ぐらいの頃、アーケードの方で展開しつつ、まあ、マーク3でね、マーク3、違う違う違う、セガマーク、これあれだ、えー、っと、s g 1 SC3000 用のね、こうソフトなんですけども、モナコ GP ってあって、当時としては、こういうね、あの、 トップビューで、まあ、なんだろう、上に進行方向があって、まあ、道路とか、こう、対向車が流れてくるのを避けながら、こう、行くゲームで、まあ、ちょっとトンネル入ったらね、真っ暗になるけど、こうライトが、ライトのところだけ見えるから、ちょっとね、いきなり車が来て、怖いとか思いながら、こう、走るよ、まあ、そういうようなゲームだったんですけども、まあ、あの、もしくはね、メモリアルセレクション、こセガサターンのメモリアルセレクションに一応、こう、モナコ GP 入ってるんで、まあ、ご興味ある人はね、ぜひね、あの、 SG1000、SG SC3000、もしくは、マ、えーク3、マスターシステムあたりでね、こう遊んでいただけるか、まあ、セガサターンで遊んでいただくといいし、もしくは、ちょっとリメイクされた、あの、3D になったね、モナコ GP が遊べるね、こう、プレイステーション2版のね、 あのここら辺をプレイしていただけばいいんですけどこういうゲームがあった上で「スーパー」が出たんですけど「マリオブラザーズ」と「スーパーマリオブラザーズ」の違い以上に違ったのが「モナコ GP」と「スーパーモナコ GP」でまあ実際のところこういう g ィ3スリー的なねレースゲームに変わっててまあゲームギアでもこんな感じでね発売されていたりしました。というのを踏まえた上で「スーパーモナコ GP2」にはこのアイルトン・セナさんのねキャラクターが付いたわけですね。 はい、ということで、まあ、実際に実写画面と、実写って言っていいのかな、まあ、実写を元に起こした映画ねこうイベ、演出で使われたりしているような、まあ、ゲームでした。で、まあ、これが1992年の7月17日に発売されているのですが、まあ、1992年の8月28日はゲームギア版も出ていますと。 いうことで、まあ基本的にね、こういうところで使う、パッケージで使われる S 材は大して変わんないって感じなんですけども。ただね、ここ裏面、ここ見てほしいんですよ。アイルトンセナ監修、スーパーモナコ GP 第2弾って書かれてるわけですよ。で、これね、スーパーモナコ GP の第2弾をアイルトンセナが監修したという、まあ、意味だと思うんですけど、監修って、まあだから、アイルトンセナって、監修って言われると、ちょっと条件が変わるわけですよ。あの、 アイルトン・セナー、出演とかね、あの、まあ、なんか、そういうニュアンスのものと、監修っていうのは一歩変わるわけですね。あの、モナコ、あの、例えば、ジーコ監修って言われるか、ジーコサッカーって言われるかで、だいぶ印象か。あ、それ違うか。まあまあいいんだけど、そういう感じなんで、監修ってことは何かしら監修してるのかな。まあ見てるのかな。制作に関わってるのかなっていう感じがするんですけど、こっちね、ちょっと見てみるとね、取説にこういう表記がありました。ここね。 セナ監修によるコースでグランプリを競います。だからこれセナ監修のコースが入ってるわけですね。で、えー、3つのコースに入賞するとセナからスーパーライセンスが授与されます。ということで、まあ、ただね、こう、監修だけじゃなくてね、ゲーム内でセナにね、こう認めてもらえちゃうという、まあ、そういうような感じで、あの、まぁ、あ、いろいろとね、こう、 楽しめるわけけなんですけどただ時事 3D なんだけどでその F1 っぽいレースゲームなんだけどあえて言うと F1 ではないというね <laughs> あのまあ F1 みたいなレースゲームが楽しめるけど F1 じゃないこうゲームがありましたと。でここからがね残念ながらねあのセナさんがあのお亡くなりになった後の作品になるんですね。まあ、っていうか逆に言うとアイルトン・セナさんがお亡くなりになったからこそこういう。 まあ媒体っていうかうゲームっぽいものが出てきて、まあゲームじゃないものから紹介するんでややこしいんだけど、何があったかっていうと、まずね、これセガサターンでアイルトンセナパーソナルトークという,こうインタビュー集が出てるんですよ。 だね、これは1995年4月28日。まあ、約、セナさんがお亡くなりになってから約1年後に出てるんですけども、これに関して言うと、そもそもがね、こういう未来へのメッセージ。まあ、こんな感じで、アイルトンセナは今もあなたに呼びかけている。こんなにも大きな愛を込めて、アイルトンセナパーソナルトークビデオ全4巻未来へのメッセージ。まあ、こういう感じで、まあ、ビデオが発売されて、そこから一部をね、こう抜粋抜粋抜粋してね、 作られたのがこのアイルルトトンンセナナーーパーソナルトークというサターン版だったりしますこのソフトはレーシングクラブインターナショナルが制作し販売中のアイルトン・セナーパーソナルトークビデオ未来へのメッセージ全4巻に収録されている映像音声日本語訳を部分的に使用してホンダ元 F1 チーム総監督桜井義利氏の監修により 構成されたセナの1000枚以上の静止画像と約50 150分の肉声が凝縮されまた年代別質問別ごとに自由に検索できるインタラクティブ機能を満載しています桜井氏のインタビューに答えるセナのその当時の心情や 心の軌跡など走る姿だけではわからなかった一個人としてのセナのスピリットをに触れてください。まあ、こんな感じになっていて、だからあのやっぱりセナさんがお亡くなりになったから、その後にこうね当時のそれまでのね思いとかいろいろなことをこうまとめるような商品がこう発売されて、まあ、それに伴って、であともう一方で、 まあ当時のねあのマルチメディアブームの、ね、中でこう CD 媒体にえやっぱ映像とか写真とかをこういろいろと入れて発売されるっていう形式がいろいろあったのでその中でねまあ 当時として、まあ、ゲーム機に近い形で、えっと、一応、マルチメディアっていうね、発想が一番強かったのが 3DO なんだけど、3DO よりも市場的にやっぱセガサターンの市場の方が大きいし、あと、あの、あえて言うと、プレイステーションがゲーム機ですって言ってたのに対して、セガサターンっていうのは割とこう、あの、何でも濃いな感じだったので、そういうところもあって、ちょっとね、セガサターン側にこう、マルチメディアっぽいものがちょっと集まる傾向があって、その中で出てたのが、このアイルトンスなパーソナルトークという、 タイトルでしたただねその後出たあのゲームっていうのは基本的にプレイステーションの方に行くんですよただ本当にここから先はゲームなんですね、えー、1996年9月17日に発売されたのが「アイルトン・セナカート・デュエル」ということでカートゲームなんですよでこれカートねこれぞ本格カートレースゲームってこうあったりするんだけどただ普通のね 普通、カートレースだったら、まあ、マリオカートなんかもそうなんだけど、まあ、カートの方に比重があ、まあ、ゲームはね、カートの方に比重があるんだけど、ただ、このね、なぜこう、セナさん使ってるかっていうか、なぜセナさんをこう、フィーチャーしてるかっていうと、 実を言うとセナメモリアルデータモードっていうのがありましてまあここにはねアイルトン・セナのプライベート写真や F1 時代の全成績を見ることができますてこんな感じになっててまあ,あの割とこうセナさんの資料とかを入れてたりするんでゲームなんだけどセナさんの名前使っててなんだろうと思うとそういう感じであまあもっと言うと こういうふうにね、アイルトンセナ財団についての説明なんかもあるページもあったりするんで、やっぱりそういうところの、あの、全体的にね、協力があってやってるということがよくわかります。で、これ、一作で終わらないんですよ。これ、1997年11月20日には、アイルトンセナ、カートデュエル2。今度、セナさんのビジュアルが全然で、全面に出てこないんだけども、ただ、これもね、まあ、アイルトンセナ財団がこう、関わってたりしてて、アイルトンセナ財団、 のもえ、公認のもとに、えー、セナの貴重なメモリアルムービーや、前作よりクオリティ 枚数ともに充実した写真集を収録って感じで、あの、レースゲームとしても多分クオリティは上げてるような努力はされてるとは思うんだけども、なぜかこのアイルトンセナさんのね、資料についてこうバージョンアップされてるという、なんかちょっと方向性が、んって感じがするんだけど、まあそういう展開がありました。で、ここでまた終わらなくて、1999年の4月28日には、えっ、ー、と、アイルトンセナ、えー えと、カートデュエルスペシャルということで3作目が出てて、今回はね、えっ、ー、と、セナさんがね、こうやっぱ前面に出てて、まあ、帯とかつけちゃうとね、こんな感じで、やっと情報がわかるぐらいに、パッケージだけだと、セナさんの写真全面に出してるだけで、説明がこうないタイプのね、感じになってて、まあ何が書かれてるかっていうと、音速の気候子がここに蘇るシリーズ最終作。 アイルトンセナーカートデュエルスペシャルということで、まあこれで最後だよというね、アピールがあって、まあこっちでもね、まあちょっとここでアピールがないから、 ゲーム内容をあまり把握しにくい部分はあるんですけどもただ実際に見てみるとセナメモリアル当然ありますセナメモリアルモードではアイルトン・セナプライベートムービーやプライベート写真を収録ということで、まあ、これにもしっかり入っているのでぜひねセナさんの、ね、ファンの方はあのでゲームの方でこう追,い追いかけてみたい方は、えーとえー、アイルトン・セナスーパーモナコ GP のメガドライブ版、えー、ゲームギア版 で、アイルトン・セナパーソナルトークサタン版。で、ア,ーアイルトン・セナカート・デュエルの1作目。で、2、スペシャル。この3作。で、合わせて6作品出てるのでね。あとはその、まあ、ゲーム ゲームギア版なんかはこう名作とかは、ね、通常版とかあると思うけど、まあいろいろこう、ご興味のある方はね、ぜひね、探してみてね、セナさんにね、触れていただければと思います。はい。ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよとアイデアがある方はぜひコメントください。また、えー、動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒勘でした。